皆さんこんにちは。さあ今回はですね、またかっこいいスリングバッグを見つけたので紹介します。今回紹介するのは設計 S スリングです。こちらの商品ですが、合同会社ロータス企画様より提供していただきました。ありがとうございます。はい、ということでですね、非常に今回デザインのかっこいいこの、スリングバッグなんですが、これ本体のサイズがですね、横29センチ、縦が23センチ、厚さが4センチから15センチと非常にね、このサイズ感がいいんですよね。今まで僕のチャンネルで紹介したスリングバッグって、まあ、結構でっかいものだったり、逆に本当にもう GoPro1 個2個入れたらおしまいっていうものが多かったんですが、これは、まあ、今使っているこのカメラ、フルサイズカメラを入れたとしてもまだちょっと余裕があるくらいのねサイズ感なんですよ。かといってバックパックみたくこうめちゃくちゃでっかくて、ドローンからカメラから何でもごちゃごちゃ入れてしまうっていう、そういったものではありません。本当にこのね、絶妙なサイズ感っていうのが非常に素晴らしいスリングバッグです。ではまず本体の外観なんですが、非常にこれねかっこいいですよね。この蓋の部分とか斜めになってたりして、まあ、使いやすい上にですね、デザインもとてもいいです。裏の方もねこんな感じになっていまして、ここにね取っ手があったりと、使い勝手もね非常にいいです。で、まず素材なんですが、とてもねこの高級感のあるナイロンを使っていまして、あとこの本体の生地なんですね、非常にこれ肉厚に作っていまして、とてもね耐久性は高そうです。で、光沢感もねそんなにこれね、あのこうキラキラしてたりで、なんかこうね、あのツルツルしてる感じではなくて、触った感じね、なんて言いますか、ちょっとザラザラしてはいるんですよね。それでいてあんまりこう派手すぎない光沢感があるので、あ、持っていてねとってもこれね落ち着いたいい素材なんではないでしょうか。ここにね設計っていうこのワンポイントもまたいいですよね。蓋の部分も非常に凝っていまして、普通に開けようと思っても開きません。この蓋の部分を手で押さえてちょっとグッと引っ張りながらするとカチッって音がして、はい、開封することができます。で、この部分なんですが、ドイツ製のフィドロックっていう、このロックシステムを採用していまして、非常にこれがねよくできています。ここに磁石が仕込まれていて、閉じるときはそのまま上からフーッと持っていくとパチンと閉じることができて、開けるときには少しグッと引っ張りながら開けるので、このね開封システムはよくできていますね。僕もこれはね今後出るバッグは全部これ採用してほしいって思うくらいに気に入りました。で、これ蓋開けるとね、この上の部分、これ最初何かなと思ったんですが、なんとここはですねマスクケースとなっています。まあ今の時代ですね、もう外で歩くときにはほぼほぼ必須となったマスクなんですが、なかなかこのマスクを入れるスペースってね、あまりこう今までのバッグってなかったんですが、これにはねちゃんとね組まれているんですね。しかもここ磁石でね開封するタイプなので、非常に、ね、開けやすいし閉めやすいです。まあ、もちろんマスク以外にもパスケースとかね、なんか ID カードとか入れることもできますが、こういったギミックがあるのは今らしくてとてもいいですよね。で、ロック下部の方にも斜めにこうジッパーが配置されていまして、もちろんこれ YKK の止水型になってます。なのでちょっとした雨風もね防いでくれますし、あとこの YKK ジッパーなんて品質もね、折り紙付きです。で、ここにもね小物入れがあるんですが、ここにさらにこういったリールがついていまして、ここにね鍵を引っ掛けることができます。で、これぐーっと伸ばして、まあね使わない時にはこう戻すっていうね、こういうギミックもついてるんで、これもすごくねいいですね。で、もちろんここにも設計のねロゴが入っていて、なかなかいいんではないでしょうか。ここは鍵以外にもちょっとしたものも全部入れることができそうです。で、メインの収納スペースの前にここにもねジッパーがついていまして、これをぐっと開けますと、さらに収納スペースが出てきます。で、これも結構ね広くて、こんな風にね手をスポット入れるくらいのサイズ感があります。で、さらに仕切りもね2つついてるんで、まあここにもね十分荷物入れることができるんではないでしょうか。で、この収納スペースなんですが、ちょっとこれ分かりづらいんですが、これ内側の方にですね、はい、こちら見えるでしょうか。このようにコードホールがついているので、ここにモバイルバッテリーなどを入れて、ここからケーブルを、ね、出すことによって、スマートフォンの充電ですとか、あとヘッドホンとかね、そういったものの、ケーブルを外に出すこともできます。これもなかなかよく考えられてますね。そしてで、ここがメインのよいしょ、コンパートメントなんですけども、このねメインの収納スペースもですね、これ全体的にクッションが張り巡らされているので、まあ、カメラですとかそういった光学機器、そういったものを、ね、入れても傷がつきにくい、作りとなっています。で、左の方にはこのようにジッパー付きのメッシュ、ポーチもついていまして、まあ、ここにもね小物を入れることができそうですね。で、さらにもう反対側の方にもですね、このように2つ、このポケットがついているんで、まあ、様々な、ね、小物を収納することもできそうです。で、こうして見るとですね、非常に仕切りがね多く作られていまして、まあね、あの細々したもの、例えば僕であればね GoPro とか DJI ポケット2とか、そういった小物ですよね、そういったものをね入れるのにすごくね適したバッグだと言えます。まあ、あの本当にちっちゃいね
シャルガジェットやこういうバッテリーとか、あとスマートフォンとかタブレットとかってどうしてもこうちっちゃいんで、バッグの中で結構バタバタ暴れたりするんですよね。なので別途ね、このオーガナイザーっていったものをこう仕切りの、ね、ためのポーチを買ったりするんですが、これであればそういったものをね買わなくても、もうこのね、仕切られたところにパパッと入れていけば、まあ、整理整頓もできるんで非常に、ね、いいんではないでしょうか。で、内側もね、この端っこまでしっかりクッションが張り巡らされて、いるので、こういったねフルサイズのミラーレスカメラとかを入れたとしても、ね、安心感があります。ちなみにですね、 α7-4 と 20mmF1.8 のレンズをつけた、このねカメラを入れたとしても十分余裕のある作りでした。続きまして、この裏の方も紹介していくんですが、このストラップですね、これがね非常によくできていまして、特にねこのロックなんですよ。このロックの部分にこうやって紐がついていまして、これをグッと引っ張るだけで簡単に、このロックを解除することができます。で、サイドつけたい場合はこんな風にグッと近づけると磁石の力でパチッて止まって、一回ロックがかかると、こう斜めとかにねねじったりこじったりしても、開くことがありません。あくまでこの紐を引っ張った時のみカチッとロックが解除されるので、素早い脱着ができて、なおかつ安心感もあります。で、僕がね一番これいいなって思ったのは、この使っている素材なんですよね。あのこういったねオールメタルのこういうストラップっていうのはいろんなバッグでも採用されてるんですが、この設計の S スリングの方はこうやって強度が必要な部分は金属なんですが、残りはねこれ強化プラスチックですかね、それを使っているので強度はありつつも軽量なんですよ。まあ、例えばですけれども、こういったこの素早くこうやってね、外せるクイックリリースタイプってこれ全部金属だったりすると、これがねこう結構勢いよくバタって押したりすると、机にガンってぶつかったら傷つけてしまったり、あと自分自身に当たったりするとちょっと怪我する場合があるんですが、これであれば非常にこれ軽量ですから、まあ、あの怪我するリスクは少ないですし、あと本体もこれ非常に軽いんで、バッグ全体の軽量化ってところもね、とってもこれ貢献してるんではないでしょうか。このねロックシステムは非常にね、作りがいいです。で、ストラップの下にあるこの部分なんですが、これキャリングハンドルなんですよね。こういったスリングバッグでキャリングハンドルついてるのって非常に珍しいですよね。なので、あのこのバッグをね、下ろして、このスーツケースとかにこうね取っ手の部分に取り付けることもできますし、まあ手で持つこともできるので、これ非常にいいんではないでしょうか。で、なおかつね、このグリップも非常にねこう肉厚の、ハンドルできているので、まあ強度的にも問題ありませんしね、なかなかこれもねよく作られています。で、この下の方にもこうセキュリティ用の、この収納スペースがありまして、パスポートとかねそういったものを入れるのに、適しているかと思います。で、この部分もしっかりねクッションがね貼られていて、これもすごくね肉厚なので、まあ貴重品ですとか他にも、まあ、あの光学機器とかねそういったものを入れても、全く問題ないかと思います。で、本体の側面の方にはこのようにドリンクホルダーがついていまして、まあドリンクホルダー以外にもね傘くらいだったら全然ここに収納できそうです。で、反対側の方にもですね同じくドリンクホルダーがあるんですが、こっちは若干ちっちゃいので 500ml のペットボトルとかは、まあ、こっちに入れた方がよりすっきりと収まりますね。こっちのね右の方は少し大きめのもので、左の方は、まあ、500ml のペットボトルって感じで使い分けてもいいんではないでしょうか。で、底面の方にはこんな風にコンプレッションストラップがついていました。これをぐーっと絞ることによって、まあ、バッグの中のバタつきですね、それを抑えることができます。で、これ自体もですねストラップなので、ここに三脚ですとか、あと傘ですね、そういったものを挟めてグーッと絞ってあげると、まあ、ちょっとかさばるものとかねそういったものも収納できます。ここもねすごくよくできていまして、あの主要部分が金属なので、まあ、ちょっと劣化する心配もねありませんし、このね紐の部分もとってもね強度の高いナイロンで作られているので、まあ、全然ねあのそういったものを挟んだりですとか、こうグッと絞ったとしても、この故障したり壊れたりする心配はなさそうです。さあ、ということでね設計 S スリング紹介してきましたが、どうだったでしょうか。で、僕自身ですねこれ大体もう1週間くらいずっと使ってるんですが、これすごくねやっぱ使いやすいですね。まあ、なんといってもねこのマスクのね入れるスペースとかもしっかり確保されているので、まあねあの街歩きの時とかお店に入る時とかもパッとこう開けてマスク、装着できますし、で車に戻ったらね、すぐマスク外してこんな風にパンとしまえるので使いやすいですね。で、こういったねタブレット iPad miniですとか、あとこういうねコンパクトデジタルカメラで、さらに GoPro のこのボルタですね。で、さらによいしょこのようにですね、DJI のポケット2なんかもねこうね入れてもまだまだ余裕のある作りなので、サイズ感的にちょうどいいんですよ。で、さらにこの横の方にペットボトルとか傘とかもそういったものも収納できますし、モバイルバッテリーとかも全部、入れてもまだまだ余裕のある作りなので、まあ、ちょっとした旅行から街歩きそういったものにもね、対応できるので、今後もこれはねガンガン使っていきたいと思います。で、このストラップもね作りがよく脱着も容易で、バイクとかね僕乗ることもあるんですが、このバイク乗るときも素早く左右に入れ替えとかも、このね、ストラップ
ップのおかげで素早くできますし、まあ、あのバイクのね、あの荷物ケースの中にもこれ自体はもう全部外してパッと収めることができるので、まあ、そういったね自転車やバイク、まあ、徒歩から車でどんな、状況に合わせてもこのバッグは使いやすいので、ぜひね、皆さんもこちら検討してみてください。動画下の概要欄の方に詳しく URL 載せておきますので、そちらでも確認してくれると嬉しいです。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね、皆様も何かの参考になれれば幸いです。で、ここもですね、こういった面白い商品ありましたらどんどん紹介していきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。